でまあ、はい、田中さんさすげえ真面目によく頑張ってくれたから、はい、まあそういう部分ではあまり心配してなかった、はい、だからむしろこれから大学入ってから、はい、いかに勉強継続して頑張れるかっていうところによるから、はいはい、これからこそが本当に自分の頑張りだと思うんだよ、はい、そうですね、うん、でまあ、はい、一緒に今まで勉強してきたけどさ、はい、まあうちの塾入ってさ、はい、どう何かこう俺はこれが成長したなとかさ、はい、これできるようになったなみたいなことさ、はい、なんかある？いや今までこのコッスン塾に入って自分の中で今までそういうふうに考えることがあまりなかったんですよ。大学についてとかその自分の過去について、ああ自分はなんで今こういうふうになってるんだって、うん、考えてなかったんですけど、要はそこを振り返ること、うん、まあ、僕一人じゃできなかったんで、ね、内田先生やその小杉先生と一緒にその面接の練習していく中で、まあ、細かいことにも丁寧に対応してくれて、まあ、あとこうやって会って話すだけじゃなくてメールとか LINE の時の相談もすごいしてくれたんで、そこでやっぱりすごい感謝してます、はい、いいね、ありがとう、ありがとう、はい、そうか、はい、まあ、本当にそうだね、いろいろ払っていろいろ話したりしたから、はい、まあ、そういう分では結構成長できた、はい、ね、はい、と思うよ、はい、あ、よかったよかった。じゃあまあ最後に、はい、じゃあまあこれからの受験ですね、はいはい、来年受けるっていう子たちに対して、はい、最後多田くんの方から何かアドバイスしてもらっていいかな、はい、まあ、来年受ける受験生の人たちは自分が行きたい学校とかその学部なんでその将来この職業に就きたいんだっていうのをやっぱり自分の中でしっかり持てば自然と普段からその考え方がそのなりたい職業について考えるようになるんで、常にその考えること志望理由とかを常に考えていくことが大事だと思います。そうだね、はい、考えることをやめちゃいけないよね、はい、常にいろんなこと考えてないとね、はい、いいよありがとう、はい。